マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエット効果の高いリンゴ酢ドリンク、あなたは毎日どのようにして飲んでいらっしゃいますか？ただこのリンゴ酢ドリンク、飲み方を間違ったりすると逆に太ったり体調不良になったりするんです。そこでこの動画では痩せるリンゴ酢ドリンクの正しい飲み方がわかるんです。この飲み方で1日も早く綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。リンゴ酢ドリンクの痩せる飲み方についてお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜリンゴ酢ドリンクで痩せるんでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、リンゴ酢ドリンクの痩せる飲み方を具体的にお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜリンゴ酢ドリンクで痩せることができるんでしょうか、そのポイントをまとめました。1つ目です、リンゴ酢とダイエット効果について。そして2つ目、逆に太るリンゴ酢の注意点、ここもポイントとして押さえていきましょう。ではリンゴ酢のダイエット効果について詳しくお話しますね。まずリンゴ酢はどんどん脂肪を燃やしてくれます。そしてその結果代謝が上がって脂肪をつきにくくすることができるんですね。そしてまた血糖値の急上昇ものを何か召し上がりますと、ぐっと血糖値って上がるんですよね。それを上がったままにするから、その間脂肪がどんどん溜まっていくわけです。その逆ですね、血糖値の急上昇をいかに抑えることができるかできないか、ここポイントですね。その時にリンゴ酢を使えばこの急上昇をぐっと抑え込むことができる、結果脂肪を溜め込みにくくすることができるんですね。そしていろいろあるお酢の中でも、なぜこのリンゴ酢がダイエット向きなのかというそのポイントはこちらです。酢酸の働きが一番強いのがリンゴ酢なんですね。この酢酸のおかげであなたの腸の動き、蠕動運動がもうめちゃくちゃ活発に、ね、なるんですよ。もう腸が元気いっぱいになるわけです。そうするとすごくいいことがねたくさん起こります。そのうちの一つはですね、あなたの腸内に住み着いている痩せ菌と呼ばれるね善玉菌たちがもう元気いっぱいになってくれるわけです。そうすると痩せたいものが自然と食べたくなったりですとか、でホルモンバランスも良くなりますし、そしてまた何よりもですね、あなたのその暴走する食欲をね抑えてくれる、そういった効果もあるんですよね。はい、ここです。食欲を抑えます。そしてむくみ改善効果もあります。せっかくね体重落ちたと思って喜んだとしても、見た目がすっきりしないと、むくんだままだと痩せた感じしませんよね。全然ねつまんないですよね。やっぱり見た目もどんどん綺麗になりたいわけです。そこでしっかりとこのリンゴ酢を取ることでむくみを改善することができるんです。ではここから痩せるリンゴ酢選び方ポイントをお伝えします。ここしっかり押さえてくださいね。まず痩せるリンゴ酢の条件は、原材料がリンゴ果汁 100% のみでできている純リンゴ酢を選びましょう。そしてできれば有機栽培 JAS マークが入った、まあ、オーガニックタイプのお酢がベストです。そして無添加であること、例えばリンゴ酢の中にね香料とか着色料とか保存料とか人工甘味料とか砂糖とか保存料とか、そういった余計なものが一切入っていない純リンゴ酢選びましょうね。でまたさらに健康志向がお高い方、もっともっと本物志向ですね、欲しいっていう方はこちらです。アップルサイダービネガーと呼ばれるリンゴ酢なんですけれども、これはね見極めは簡単です。濁っているリンゴ酢選ばれますと、まあ、大抵がですね製造過程で無濾過非加熱されていますから、このマザーという、ね、残留物が残ったまんまの酵母とかね酵素、まあ、ミネラルがね含んでいる、もっとその濾過する前の栄養がねまだちょっと残っている方ですよね。そういったものを召し上がりますと、さらに酵素やミネラルが多く含まれておりますので、ろ過した後のものよりもさらに栄養価が高いですよ、健康になりますよっていうリンゴ酢になります。ではポイント2つ目の太るリンゴ酢とはについてお伝えします。もう簡単ですね、答えは添加物がたっぷり入ったリンゴ酢のことです。よくストレートタイプでこのままリンゴ酢飲めますよっていうねパックで売ってるようなもの、あれはね
もうほとんどこういったものが入ってますから、あとチェックリストとして使ってくださいね。例えば果糖ブドウ糖液糖スクラロースステビア酸味料香料食用油脂酸化防止剤乳化剤とか、まあ、〇〇剤とかね、分かりやすいですよね。こんなね余計なものはいりません。もう全くね不要です。逆に太っちゃいます。なのでしっかりとね本物純リンゴ酢の材料を使ってください。では2つ目の項目です。ここからは痩せるリンゴ酢ドリンクの具体的な飲み方、そしてさらに痩せる飲み方と注意点お伝えしていきますね。まずリンゴ酢を飲むそのタイミングと効果をそれぞれの時間帯で覚えていきましょう。そのことでね、あなたに合った飲み方タイミングがあるはずです。ではまず食前に飲んだ場合は効果として高いのは脂肪の蓄積を抑えてくれたり、また酢酸の効果で腸の蠕動運動が活発になりますから、どんどんね消化吸収しやすい状態にしてくれますよっていうこと。そしてご飯を召し上がる前に最初にその脂肪の蓄積をね抑える準備をしておくこと、まあ、こういったことが食前にこのリンゴ酢ドリンクを飲むポイントになりますね。でリンゴ酢ドリンクといってもじゃあどんなドリンクなのって皆さんそれぞれ思ってらっしゃると思うんですけども、私がまあベースのレシピとしてはですね、さゆ 200ml 1カップですねに対して純リンゴ酢が大さじ1、そして必要な方は純粋蜂蜜を大さじ1、これをねよく溶かしていただいて、まあ、ホットで飲むというのが一番なんですね。なのでこういった食前に飲むタイプの方っていうのはまずは飲む前、食べる前ですねから脂肪の蓄積を抑えてしっかりと腸の動きを良くしていくっていうことがポイントです。では食前に飲まないで食中ですねに飲むとどうなるかというと、まあ、食べ出すとですねどうしても血糖値って上がりますよね。そこをしっかりと、まあ、食べているんだけれども、まあ、抑えていくという、食べる上がるけどそこを抑えていくっていう状態を食べている間にも作ること、そして酸の刺激を、まあ、中和してくれます。結局ですね、まあ、お酢ですから酸性で刺激が強いわけですよね。なので食前に飲んでしまうと特に胃が弱い方なんかはちょっとねムカムカっとしたり具合悪くなる方もいます。なのでちょっと胃が弱い方っていうのはこの食前に飲まずにこの食事中ですねに飲むことでしっかりと血糖値の急上昇イコール、まあ、脂肪の蓄積を抑えつつそのリンゴ酢のね酸性の刺激から、まあ、胃を守ってあげる、こういう飲み方をしてもいいと思いますよ。では逆に食事が終わって食後に飲む場合、食後に飲む場合も結局食後なのでもう血糖値思い切り上がってますよね食べた後、そこの部分をしっかりと、まあ、抑える意味でもやっぱり血糖値の上昇を食後にもどんどん抑えることができる、そして弱アルカリ性へと体質を戻していくっていう効果もあります。もう大なり小なりお食事をとるとどうしても体液がですね酸性に傾いていく、まあ、簡単に言うとお体がね錆びるっていうね老化現象です。でそれを放っておくと良くないわけですよね。なのでこういった酸っぱいものリンゴ酢だったりねこういった酸っぱいものを召し上がっていただきますと酸性に傾いた体液がねもともとあった弱アルカリ性に戻しやすくなります。ですから食後に召し上がっていただきますとそういったね酸性に傾いた状態を弱アルカリ性にもね戻しやすくなるということですね。では飲み方の最後は夜寝る前ですね。もしあなたが夜寝る前にこのリンゴ酢ドリンク飲んだ場合はやはりですね美肌効果があるんですよね。抗酸化作用が強いリンゴ酢なので細胞へのダメージをね防いでくれるわけです。なので寝てる間にねそういった成長ホルモンが出たりとか壊れた細胞の修復作業に入るわけですよね。その時にやはりダメージを与えないリンゴ酢のおかげで、まあ、美肌効果も期待できますよってこと。そして次血圧をね緩やかに下げてくれますから、まあ、寝入りも良くなりますし血糖値の急上昇を抑えてくれることで入眠しやすいと言われています。ですからなかなか寝つけないなとか寝るんだけれども何回も目が覚めてしまうという方はですねぜひ寝る前30分から1時間前ぐらいに飲まれますといいと思います。
では最後に注意点についてお伝えしますね。注意は胃が弱ってる方とか、もうペコペコにお腹が空いた空腹時の時にいきなりこの酸性がね強いリンゴ酢飲んでしまいますと、うっとねこう胃が、まあ、こう胸焼けしたりとかね、ギューンって痛くなったりする可能性が大です。なのでご自分の体調に合わせて無理にね絶対食事飲まなくっちゃってことはないです。先ほどお伝えした通り、それぞれのタイミングで得る効果がありますから、あなたの日々の生活習慣であったり体調に合わせて飲むタイミング決めていきましょうね。そして酸の刺激で歯のエナメル質が傷つく可能性がありますね。やはり溶けてしまうわけです。なのでこのリンゴ酢リンクを飲んだ直後に歯を磨いたりとかね、飲みすぎとかそういった時は歯を傷つけてしまいますから、その飲み方も注意してくださいね。そして痩せるポイントはホットで飲む、そして無添加の材料を使うでしたね。ここもぜひ気をつけていきましょうね。せっかく良いと思って作ったリンゴ酢の材料そのものが間違っていると逆に太ってしまいます。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエット効果の高いリンゴ酢ドリンクのさらに痩せる飲み方タイミングについてお伝えしました。日々のあなたの生活習慣や体調に合わせて上手に取り入れていきましょうね。ただし量は1日1杯から2杯までにしましょう。リンゴ酢は大さじ1杯から2杯までが限度です。これ以上を飲んでしまいますと先ほどの注意点というところでね体調不良になってしまいますから、ぜひ気をつけてくださいね。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますともとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。